はい、どうも、あ、どうも、東京、どうも、イェーめっちゃホリデー、またガチャやります。一日が、一回ガチャ引けるやつ、ガチャやりまーす。ってことですね。こんな感じでいいんでしょうか。さあ、出た、お、またほら、鎖がかかってる、タップで鍵を壊せ、出た、ドーンってね。懐かしい、デスノートですかね、これね。さあ、なんか出てきたぞ、ピョン、お超激レア剣心出たよ、ニュー。しかもニューということで、ダブってないってことでしょ、これ。やりました。日村抜刀斎。あ、これ何これ。あ、もう元に戻れちゃいましたね。これね。このキャラクターの思いをこう、喋りたいんですけど、あっという間にいっちゃう。お、バウンドマン。お、いいっすね。お。ね。はい。これ何 ?10 回出るやつかなこれ。ね。やってみましょうか。ナウローディングでございますね。はい。さあ、来た。お、鎖が取れたのか、ガチャンつってね。お、ボンボン問題、懐かしい。あ、何これ。あ、人空、懐かしいね。これもね。はい、何これ。あ、寝ろ。あ、ちょっとごめんなさい。俺知らないわ。これ何これ、あ、ラッキーマンか、覚えてないな。あ、お茶子さんですね。ヒロアカです。激レア。え、あ、悠々白書でしょ。ボタンさん。はい。あ、懐かしい。ホンダさんですね、これね。お、ワールドトリガー、ミクモさんですね。お、クリリン。これ前で見たな、これ。ね。あ、なんだ、イェイやってる。あ、ボボボでいいんだかな。あ、これ黒子かな。ね。はい。笠松さんだって。色がついてないから、なんかあれなのかな。はい。ということで。いいの出ましたか今の。ねえ。ちょっとわからないんですけども。なんか今選んでますね。はい。これ何ですか、ねえ、ガーラ。はい。5連。5連ですかこれ。ねえ。さあ、やってみます。どうでしょうか、いいキャラクター出るんでしょうかね。お、出ましたよ、これ。お、りょうさんとかね。お、出た、あ、これ黒子だな。ね。早いな、もう。キャラクターについて話したいんですけども、終わっちゃうっていうね。このスピード。大変でございます。さあ、次のが出るのかな、確定5ガチャ、あ、そう、ランクがあるのかなこれね。はい、お、出ますか、ドーンつってね。あ、これ、なんつったら、てんてんくんだっけ、なんか、あ、懐かしいな、これ。はい。お、黒子のバスケですね、これね。主人公、哲也さんです。黒子哲也さん。やりました。超激レア。やっぱり、主人公クラスはやっぱ、超激レアとかになるのかなね。あ、そっか、そっか、星で、ね、決まってるのかな、これは5連ってやつかな、5連チケットガチャ。ね。せっかくなんで動画でね、やるって貯めといてもらいました。これね、で、動画もらって、俺やってないんでね。あ、ほら、出た、あの、人空。ね、あ、来た、おー、サイバリオだ、超激レアでしょ、これ。いやー、サイバリオは絶対強い。何これ。あ、人空、ひろゆきとか言って、ね、論破するのかな、あ、コブラ。コブラも懐かしいけど、1500%。名前しか知らないな。あ、スープーシャン、これ前出たな、これ。ね。ということで、サイバリオいいんじゃない、あ、ノーマンだって。ねえ、もうジャンプ好きにはたまらないキャラクターがいっぱい出てくるね、やっぱりね。役ネバでしょ、ノーマンはね。はい、というかの感じですかね。もう終わっちゃいましたか、あ、まだあるね。はい、あ、次、お、来た、ヌーベ、地獄先生、ヌーベ、お、来た、流れ星銀、銀でしたっけ、あの、犬のお話言った。ローケン。ねえ、はい、これなんだ、これ。メダカボックス、ごめんなさい、ちょっとわからない。読んでないな。あれこれ、3個ね、あ、3連チケットガチャか。ね。さあ。ということは、キャラクターが3つ出てくるのかな。さあ、知ってるキャラクター出てくればいいな。お、鬼滅が表紙だった。お、出た、なんだこれ、女の子。あ、ネローか。ネローはちょっと知らないんだよな。はい。お、こんなにこれ。キャットアイ、あ、キャッツアイか。あ、で、銀がね。あ、流れ星銀。あの、おまわりさんか。ね。あんまり見てないんでね。レオタードに目がいっちゃってるから、もう、子供の時。すげえな、つってね。さあ、ということで、何の話ですか、これは。さあ、来ました。ガチャもう一回始まるのかな、お、なんか何、バキューンって何これ。お、くそ、これ、ジョジョ超激レア。お、ジョー、ジョナサン・ジョース。あ、これでさ、バリバリのみ、来た。ね。バルトロメオ先輩、先輩だな、後輩かな。さあ、ヤガミカオルさん、結構出るね。何度も出ますね、これね。さあ、バルトロメオさん、ニューになってるよ。やったじゃん。ねえ。まあ、やったじゃんとしか言いようがないんですけど、俺はやってないんでね。それが強いか弱いかはちょっとわからない、定かではないんですけれども。ね。やっぱダブルのちょっとがっかりですからね。やっぱね。3以上のチケットガチャ。これ1枚かな ?1 人出るのかな、キャラクターが。さあ、いかがでしょうか、さあ、タップして開けてください、と、6でなしブルース。そしてウィングマン。何これ。まあ、さっき出なかったこれ。あ、だ、これな、あ、これもさっき出たな、これ。あれ繰り返しちゃね、これ。おーい、間違えてないこれ。
おーいい、嘘でしょ、何これダブルですか、アイシールド21は出てないか、あトラブルね、これはメダカボックス、あこれなんか見たことあるぞこれ、わダブってるな、めっちゃダブってますね、うわーダブってるよ、まあこういうもんすかね、激レア、このコブラの、コブラのキャラクターダブってる、おひろきさん論破しちゃうぞっていうね、論破しちゃうぞっていう感じかな、はいはい、ダブリー結構ダブってる、これがっかりだね、これはちょっとあーあーってなってるかもしれない、わからないけども、ね、次は何、4以上確定チケットガチャっていうことですね、これを開けるぞということで、またガチャーンと、あラッキーマンとかクリリンのことかって名シーンが、あ出た城之内くんだ、城之内くん急に強くなったかね、あ珍勇気懐かしいザーマスって言うんだあれね、城之内くん、まあ、2回出ちゃったね、はい、おっと女の子出た、ね、あ変態仮面 の, せあの女の子だね、これ全然じゃ偽恋、これもちょっとごめんなさい聞いたことしかないな、城之内くん しつこいな、3回出てるよもう、まあまあガチャってしょうがないから、あこれもさっき出てたの変態仮面のね、おなんだこれ、お男塾、男塾も懐かしい、ああサイバリオさん、あサイバリオさんじゃないわ、なんだっけ、カオルさんかね、カオリクさんかね、はい、2回出ちゃうんだレンちゃんで、まあまあガチャってそういうものかね、なかなか大変ですよね、ダブったのってこれどうなっちゃうんですか、お3時だ、3時の結婚式の前のやつかな、はい、さあということで知ってるやつはね、あのいろいろ出るんですけどね、知らないのはちょっとごめんなさい、名前を言うだけっていうね、具体的なこと一切言わないっていうね、それはしょうがないね、はいということで、さあどう、あなんかヒューンって出てる、これあれさっき出なかったこれ、あ出てないのか、ボンボン坂高校演劇部、うわーちょっと知らんなあブチャラティいいね、ブチャラティとか欲しい、いいねガチャ出てきたら嬉しいね、ということで、あまたガチャやるんですね、やりまくりですね、おナルトとかね、いいね、さあ何が出ますかね、だーあれこれは D グレイマンです ね、結構ねみんな D グレイマン色白いから ね、それでちょっとわかる感じかな、はい、次は何いきましょうか、またガチャやるんですね、これすげえなガチャばっかやって、おジョルの誕生日記念ガチャだって、あ10回引きます、あこれジョジョばっかり出てくるんじゃないの、あいいかもしれないねこれ、いいかジョジョ知らない人は全くわかんないか、さあ行きましょう、俺もアニメでしか見てないからな、お鬼面組とか出てこないからボーンと、あれジョジョじゃないじゃん、トラブル嘘でしょなんだよ、お出たシャイナ、セイントセイヤですよ、あれこれさっき出たな、かおりさん、かおるさんだっけ、ちょっと分かんなくなっちゃった、黒子、あこれも前は出てます、あなんだよこれロンパオいっぱい出てくるんだおい、さあこれホンダさっき出てきたね、えバイク乗って人変わるっていう、あこれ超激レアじゃん、篠森青じゃない、あ強い、あれこれさっき出てきたラッキーマンの人ね、あナミさんおっぱいがプリンって揺れたけど今来てるね、あ来た、また出てきたね、なんか知らんけど女子高生の格好してる子が多くね、まあまあしょうがないね、作品によりけりだから、あれジョル、あジョジョ出てこねんだ、そうなのこれちょっと寂しい ね、セイントセイヤのシャイナなんか間違えちゃうからね、ジョジョかと思ったみたいなね、さあまたホンダ出てきたよ、これホンダばっかりだな、なかなか出ませんね、やめようってことやめちゃったのかなジョジョ出ねえじゃんってやめちゃったねこれ、なのかな、ごめんなさい、ね、ちょっとわかんないんだけどね、そのなんかないとできないのかなこれ、ちょっとごめんなさいね、ということで、以上でございます、またね、ありがとうございました、ということで、ありがとうございました、チャンネル登録そして高評価お願いします、そしてカウノチャンネルは毎日17時に新作動画をアップしているぜ、それでベルマークみたいなのがあるんだけども、それをやっておくとライブ配信もやってるからいち早くチェックできるぜ、チャンネル登録お願いします。100円で買えるぬくもりが俺は好きだぜ、そいつで俺はタバコに火をつける、別の動画も見てね。